厳選チャンネル第18弾、はい、今日は2人です。はいはい。そして、うん、弥生の湯です。はいはい。今日2回目ですが、今日ゲスト来てます。おーい、イケメン2人。弥生の湯にですね、非常にこう関わりのある、はい、ゲスト2人を招いて、はいはいはい、まあいろいろお話聞こうかなと思ってるので、奥さん必見ですよ。いや、そうね、はいはい。じゃあちょっと、ね、早速ゲストを、はい、呼びましょう。はい、はい、では北海道十勝、はい、スカイアースの松尾選手と渋谷選手です。お願いします。どうぞ。お願いします。入り方が漫才。ということで北海道十勝スカイアースの渋谷選手と松尾選手に来ていただきました、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちょっと、うん、スカイアースのことと、うん、お二人に関しては、うん、ちょっとお風呂にね浸かりながら聞こうと思ってるんですけど、はい、まあ、北海道十勝スカイアースって今十勝から J リーグチーム作ろうっていうので、はい、何年前からですか。3年今3年目です。3年目、はい、3年前からゴリゴリやられてまして、まあ、そろそろ今年 JFL に上がってくれるんじゃないかなって、はい、ね、間違いないです。僕もちょっと個人的にいろいろ応援させてもらってて、ほんでお二人ナイスガイなんで、うん、お呼びしたんですけど、スカイアースの選手は弥生、うん、の湯よく使っていらっしゃるんですよね。はい、めちゃめちゃお世話になってます。そうですよね、はい、うん、スカイアースの選手に会いたければ弥生の湯に来たらもうめちゃめちゃいます。でも嫌じゃないですか、なんか風呂入ってる時に松尾さんとか。でもまあ嬉しいよね、街嬉しい、声かけられるのは嬉しいです。嬉しい。そうなんだ。だし、あとあれですもんね、うん、選手が働いたりするんですもんね。あ、そうなんですよ、はいはいはい、ここにそれがキャプテンが、はい、僕と松尾も昔、はい、ここでアルバイトとかさせてます。あ、そうなんですか。写真、写真が貼ってます。みんなお世話になってるんで。あ、そうなんですね。困ったら助けていただいて。なるほど、なるほど。そうなんですよ。なんでね、弥生の湯に来たらスカイアースを応援できるみたいな、うん、はい、そういうとこありますね。こんな仕組みがね、うん、できてはいるんで、うん、ちょっとそんな感じで詳しくは、詳しくはね、お風呂使いながら、お風呂使いながら、やばいっすよ、このだってイケメンと僕さん入りますからね。やばいやばい。本当に僕画面から抜けた方がいい。はい、はい、じゃあやりましょう、行きましょうか。はい、はいはい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。いくぞ。はい、もう始まってますから。いやー気持ちいいっすね。いやー気持ちいいっすね。この間弥生の湯はいつ来たんですか。最近2日前です。おお、昨日も来ました。あら、弥生の湯の好きなとこどこですか。僕はもうサウナがあれなんです。あ、いつも決めたルーティンでやってるんで、やっぱサウナはもうトリコさんと一緒ですね。うん、ちなみにどんなルーティンやるんですか。まあ、3セットって自分で決めてて、はいはい、でまあ、時間ないときはもう1セットと交代浴で終わらせる。はいはいはい。まあ、3セット8、10、12っていう、うん、ああもう決まってんすね、はい、スポーツ選手っぽいな。で、自分のプレーに対してというか、どういう効果ありそうですかね。まあ、いろんなルーティーンというか自分がやってることがあって、はいはいはい、その中の一部なので うん、それのおかげっていうのは分からないですけど、なるほど。僕自身は疲れのリセットというか、はいはいはい、それに僕はやったり、あとは怪我した後とか、うん、やっぱ抗体浴ってすごいいいので、温まった体の後に冷たい水風呂入るっていうのは。ちなみに弥生の湯のどういうとこがいいんですか。サウナ、サウナ、まず広いですよね。広いっていうの、広いですね、うん、綺麗ですしね、はい、うん、そこはね、重要。清潔感は、大事ですね、やっぱ、圧倒してると思います。はい、渋谷、渋谷さん、僕は、やっぱ肌がツルツルになるんで。それはやっぱ、男として欠かせないと思ってます。いや、ツルツルじゃなくてモテるでしょ。いや、モテないです、はい、さらに、はい、なんで、まあ、そこはそのサッカー選手としても必要な要素だなと僕は思ってます、はい、見られるだけなんで、はい、結構奥さん方、綺麗な奥さん方見られてると思うんですけど、はい、それも それ方に対してもおすすめできますよね。いや、もちろんです、ね、もうやっぱ肌は絶対、出た時は女性の色ですね、はい、やっぱ、モール温泉じゃないっていう
あれですけど、うん、植物性なのは植物性なんで、はい、やっぱアルカリ性にやってて、うんうんうん、ツルツルで、はい、この辺特有、この辺の地域特有の色してますもんね、うんうんうん、いいね。ご飯が美味しい。あ、ご飯ね。ご飯美味しい。ご飯美味しいですよね。僕結構生姜焼き多く食べる。あー、あーめっちゃ分かる。試合前で、うん、生姜焼きご飯進むし、うん、やっぱ試合前は炭水化物多めにとって、はいはいはい、あー、なるほど。生姜焼きはやっぱり、うん、僕は好きですね。生姜焼きとお風呂のセットで松尾セット作ったんじゃないですか。いいっすね。いい。ゴール決めた。あー、いいっすね。ちょっと終わりですね。あと見るとこ。弥生の家で働いたんですよね。はい。まずあれだ、そもそも社会人サッカーなんでね、はい、働きながら選手をね、うんうん、サッカーしてるっていう状況、はい、だから、いろんなところ働くところ紹介使いやすい、はい、して、はい、そのうちの一つがやゆなゆる、はい、みたいな感じ、はい、どうなんですか、ホワイト企業ですか。めちゃめちゃホワイトめちゃめちゃホワイトです、いやもう本当、社長が何より、まあ、スカイアスのこと応援してくれてるんですけど、はいはいはい、その影響もあって、うん、あの働いてる方々もみんなもう、うん、渋谷君今日も頑張ってるねみたいな感じで励ましてくれて、改めてスカイアスって何なんですか。広報部長、はい、北海道十勝を拠点にしているサッカーチームなんですけど、はい、まあ、今は社会人チームということで、うん、みんな働きながらサッカーしてるんですけど、まあ、ゆくゆくは目指す先は J リーグっていうところで、うんうんうん、まあ、J リーグは日本のトップクラスのサッカーリーグなんですけど、まあ、そこを目指して頑張ってまして、うんうん、まあ、いずれこうプロチームとして十勝を代表するサッカーチームに成長していって、僕らの目指すところは、まあ、サッカーだけじゃなくてサッカーを通じてこう十勝の皆さんと一緒に一つになれるようなチームになったりとか、あるいは十勝って僕来てみて、まあ、すごい魅力あふれてるんで、そういう魅力をこう逆にこう日本全体に世界に発信していけるような存在になっていければいいなっていうビジョンを持ったクラブになってます。素晴らしいっすね。さすが広報部長。ありがとうございます。今どの段階にいるんですか。うん、今は J リーグは今 J1、J2、J3 まであるんですけど、はいはいはい、その下が J ベールっていう、はいはいはい、アマチュアのトップリーグですね、うんうん、その下にあるのが各地域のリーグなんですよ、はいはいはい、で僕らはその各地域リーグのトップで北海道リーグ、うんうん、はいはい、北海道一部リーグに参戦してます、はい、なるほど、はいはい、でそこをまず北海道リーグ勝ち上がって、はい、で、全国大会に、はい、立ち上がって、うん、はい、でそうすると、上位2チームが、うんうん、JFL っていう、は全国リーグに、昇格できるんです、はい、で、昇格して、また全国転々として戦って、はい、全国リーグで、また上位2チームに入ると、今度、いよいよ J リーグ3人、J3 に行けば。うん、行けそうっすか。行きます。行きますっていうのがいいっすね。いや、行きます、うん。行くしかないよ、ね、うん、やっぱもう街の方々にこんだけ応援していただいてるんで、うん、その思いで、うん、一緒に、ね、皆さんと一緒に必ず J リーグ行きます、うんうん。僕はもうプライベートでそのフットボール好きなの。サッカーいや、サッカーじゃないよ、フットボールだよみたいな最高っす。ことも言いたいぐらいなんか嫌われるぐらい好きだったんですよ。はい、なんかスカイアース の、 どういうところを見てほしいみたいなところをやっぱりフットボールファンは期待するんですよ。うん、なんかここ見てくれる。松田選手どんなプレー見てほしいとかありますか。僕はやっぱ前の選手なので、うん、フォワード、そうですね、はいはい、僕が点を取って勝たせるような、うん、というか、でもなんかどういう形で点取るのが好きとかあるじゃないですか例えば裏抜けて取るパターン的には、やっぱその裏抜けて、裏に僕の動き出しでというか、うん、それに合わせてボールが来て、それに合わせてシュートだとか、うん、そういうのがやっぱ得意です。なんかめちゃくちゃロングシュートも決めてましたよね。はい、決めました。ね、昨シーズンのベストゴールですね。ああいういろんなゴールをやっぱりできる人っていうのが、やっぱ見ててワクワクするんですね。うん、
なのでもう全然泥臭くというかもう何、うん、としても点を取るっていう、そこに追求してやってるっていう。なるほど。やべっち目指してるんですか？あ、いいかも、いいかも。やべっち、トペチのやべっち。あ、いいっすね。トビッチ FC、うんうん、あ、いいっすね。作りますか、新しいチャンネル。渋谷さんどうですか？僕は、そうっすね、ミッドフィルダーなんで、はい、まあもう僕の特徴は、まあ、走り回るというか、はい、運動量が売りだと思ってるんで、まあ、攻守にわたって、うん、まあ、いろんなところに顔を出して、とにかく走り回ってる姿を、あの外から、あいつよく走ってんなって思ってもらえればいいかなと思います。まあ、助かるんですよ。走る人っていうのは、助かる。走ってる。やらないとわからないんですけど、多分後半、のね、後半になってくるとやっぱ足ガクガクになってくるんで、普段のブレーできなくなるんですよ。身を削った戦いの時はこういう人が絶対鍵なんですよね。ありがとうございます。ボランチみたいなところに。あ、そうっす。はい、でそういうプレーをぜひ見てほしい。はい、見てください。ぜひ。それどこ、いつどこで見れるんでしょう？8月23日の日曜日、はい、日曜日帯広の森球技場で、はい、帯広の森球技場開幕、はい、開幕です。はい、はい、1時から、うん、8時から、はい、集客目標2000人です。2000はすごいですね。去年マックスが1000ちょっとぐらい。あ、いや、芸能チャンネル1000人いますから登録ね、ええ半分ぐらい行くでしょ。ああ、うん、無料っすもんね。はい、あ、無料です。観戦はね。はい、で、そこでグッズとか売ってるんですけど。はい、グッズ売らせていただいてるんで、うん、わぁ、出ました、スカイアス公式タオルマーク。はいはい、可愛いですよね。可愛いですよね。うん、結構見ますよ、これ持ってる子供。男の子。あ、本当ですか。見る見る。見ますよね。今何枚ぐらいで売ってます？ぶっちゃけ今ぶっちゃけ多分500ぐらいです。500ぐらい。ああ、じゃあもう、じゃあ2000枚2000枚開幕戦で。在庫大丈夫ですか？在庫ないっす。やばいやばい。じゃあね、これウェブとかで買えますか？あ、ウェブでも買えます。おお、これ応援になるわけですよね。もちろんです、ね、はい、になります。僕らの力になるんで、ね、はい、僕ユニフォーム買い忘れたんですよ今年。あ、毎年出るんだ。毎年出る。あ、毎年出るんだ。すごい。毎年変わってますもんね。毎年変わるんですよ。買えないんですか？もうこれから、いや、追加販売もする予定なので。ああ、ぜひ。じゃあその時に、はい、各 SNS に、はい、渋谷さん愚直に頑張ってんすよ。ああ、え、日中はどんな仕事してるんですか？日中はもう、あの、目黒町のスポーツ担当として、少年団の活動だとか、まあ、学童と子どもセンターとかに行ったりとか、あとはスポーツイベントの企画。めっちゃいいですね。すごいっすね。本当、松尾パワーで、目黒町は、皆さんでスカイアスを応援してくれるようになってくる。目黒は熱いっすよ。いや、目黒は熱い。めちゃめちゃ熱い。街を上げて応援してくれてるんですけど。スタンドの一角は目黒です。クリアさんと松尾さんのなんか目黒町出身の旗とか持ってますもんね。そうそう、いや、やばい。もう役場全員行きますから。いや、ほんとすごいっすね。8月23日が目黒サンクスマッチっていう。あ、そうなんですね。パンナリをつけてやるので、もう開幕戦からドン。そう、じゃあまあ目黒の特徴の出店が出たりとか、ハーフタイムショーが目黒の子供たちにやってもらうとか。へぇ、そうなんですね。手嶋町長にちょっとキックスポーツのセレモニーをしてもらうと。おぉ、いろいろ企画してますので。やってますね。知りませんでした。メモ帳ですか？まだ大きく発表してなかった。あ、やっぱりやっぱり。渋谷さんは？うん、僕は普段、スカイアースの事務所で、スカイアースの運営とか、あるいは広報活動とかを担当させてもらって、はぁはぁはぁ、はい、それで練習まで働きまして、そこから練習に向かう。はあ、うん、じゃあもう完全にスカイアース漬けというか、はい、一色。どうやったらスカイアースが、うん、まあ、皆さんに応援してもらえるかですとか、うん、あるいは、まあ、選手たちのことをどうやったら助けていけるかっていうようなことを考えさせてもらってます。もともと生まれたのはどちらですか？生まれ東京で、おうおう、はい、ちょっと
縁がありまして、うん、トカチで、うん、サッカーやらせてもらえることになりまして、まあ、それから、うん、東京でどういうルートで来たんですか。例えばその チームとか。僕は大学から、東京ヴェルディって、はいはいはい、J2 のチームに入れさせてもらって、はい、そこから武者修行になる形のレンタル移籍って形で、はいはい、まあ、三重のチームですとか、はい、青森のチームに行かせてもらって、その後に十勝のチームに来させてもらいました。元 J リーガー。元 J リーガー。ベルディ時代に皆さんが知ってそうな選手って多分いましたよね。マッチアップした選手でとか誰ですかね。いげえなっていう人誰ですか。そんなの見つかったら中島翔也とか。おお、マジですか。俺でも知ってる。一緒だったんですか。はい、僕の2個下が中島翔也なんで。彼はやばいわ。やばいっすね、ほんとサッカー小僧っす。へー、もうずっと練習してるんですか。ずーっとさボールいじってます。いや、ほんと珍しいっす、なかなか、なんか、うん、やっぱそうなんです。いや、彼はやばいっす。筋肉とかやばいんでしょ。そうそう、やばいっすよね。だって倒れないもん。変へー、小さそう、体が変です。あ、ちょっと熱くなっちゃう。大丈夫。サッカーチャンネルしていきますから。コロッと好きなんだよね。そうですね。僕、渋谷さんのこと調べたことあるんですけど、なんかユース時代の発言がなんかレジェンド扱い。めっちゃ男前の発言してるんですよ。それはちょっと調べてもらって。ああ。いろいろ内容なんですね。ベルもいろいろあったじゃないですか。はいはいはい。あの時ぐらいの時。なるほど。そうそう、だから結構ベルギーのファンを皆さん知ってるんですか。へー、そんな人が十勝に来てますからね。確かにね。結構今年とかいっぱい、いや本当っす、テーリング、はい、コンサドーレから選手が来たりですとか、はいはい、またコンサドーレの選手が来たりですとか、あるいは他の J チームに経験した選手が来たりですとか、本当徐々に徐々にですけど、ね、集まってきてる。いやー、はい、インゲンスターも来るかもしれない。いや、本当そうなんですよ。分かんないと思います。いや、本当そうですね。僕らが J リーグに行けば、うん、対戦相手としてイニエスタが来るっていうことが、うん、本当に起こるんで。こっちにイニエスタ来たらもう、いや、本当にそれって、十勝の子供たちとかにとっては本当に大きいことだと思うんですよ。でかいですよ。だから応援しない理由がないから、本当に。だって、絶対20年、30年かけるものじゃないじゃないですか。はい、一気にドーンっていかない、うん、はい、確かに。これはもう、だってチャンスは今なんでね、とかちゃんってとって、そう一気にドーンって、どうしよう、って僕は思ってます。ありがとうございます。ご飯、うん、食べに今日はね、ご飯も食べれるってことなんで、いきますか。はい、ラーメンとカレーと生姜焼きと、あ、じゃあ豚丼。あー、いいっすね。豚丼いただきます。いただきます。いただきます。ルーズこれ緊張するな。食レポは一番うまい。それどうですか、お味は。甘い、甘いですね。甘い、甘いです。どう甘いですか。玉ねぎの甘さですかね。すごい甘いです。じゃあお子さんも食べれます。大人も、はい、幅広い年齢層で食べれると思います。ありがとうございます。美味しいです。うまそう。いただきます。はい、噛み込み豚の豚丼、ツヤツヤですね。いただきますよ。照りがいいですよ。真似すんのやめてね。真似はしない。同系統は、ね、うまい。ダメだよ。うまっなっちゃいますね。いや、ほんと美味しいです。うん、豚の食感が抜群です。はい、タレどんな味ですか。甘だれですね。あ、甘めですか。はい、豚丼でもこっち来てからですよね、初めて食べたの。はい、美味しいですか。いや、めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです、豚丼。あら、はい、トカチ満喫できますね。子供いると楽なんですよね。プロ入ってなんか別に飯屋に移動するの大変じゃないですか。確かに。ここで食べちゃうみたいな。あ、うん、で私が、はい、ラーメンですね。魚介醤油。魚介醤油で合ってます？
はい、ここに一番出てるらしいです、弥生の湯で。そうなんだ、はい、見てください、丼この弥生の湯の文字入ってますから、はい、オーダーメイドでこだわり感じますよね。丼作んのかと。スープも丼も作ってますね。じゃあ食べますか、はい、ちょっと初めてやった、ちょっと麺こぐれてね、ちょっとまずじゃあスープから、ね、スープでうまくなるって言ってましたから。ああ魚介、魚介、こんな魚介が立つラーメンってなかなか近所にないと思うんですけど。へえ、よくなんかね、東京とか、あ、そうっすね、ああいうとこ行ったら魚介系多いですけど、ないですよね、この辺魚介が効いた。確かにめっちゃ美味しいです。魚介系の少ないか、あんまり、うん、ね、あ、こっちに見られないですよね、この感じは。煮干しな感じでもない、うん、うまい。本当に美味しい。うん、これ松尾セットですか。僕のおすすめです。松尾セット、松尾セット、松尾セット。今日はまあね、これ食べてみんな強くなりましょう。ああいい、うん、お、あ、柔らかジューシー、うん。いい照りしてますよね、ほんとね、うん、このね油めっちゃうまいですね。わかるわかる、うんうん、油と生姜がめっちゃ効いてます、うん、うまい、これご飯進むわ、うん、進んでる。おいしい、松尾セット。いや今までなんかお風呂屋さんのご飯って、うんうん、なんかまあ言うてやろうみたいなのがあったんで、うん、食べず嫌い的な、食わず嫌い的なのがあったんですけど、これはご飯もお風呂も入った方がいいですね。こだわりがちょっと、うん、違いますよね。一瞬でなくなりません、豚。めっちゃ美味しいです、うん、柔らかくて。いい感じ、はい、ペロッといけますね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ最後、締めに、うん、一言。はい、開幕戦が8月23日帯広の森球技場で1時からありますので、はい、たくさんの皆様と一緒に開幕戦勝利したいと思ってます、うん、そして十勝を盛り上げていきたいと思ってますので、はい、北海道十勝スカイアースの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、2000人2000人いきましょう。ツイッターとかも、ツイッター、インスタ、はい、ツイッター、インスタ、フェイスブックやってますので、はいはい、そちらはあの僕が更新してますので、よろしかったらフォローしていただければと思います、はい、概要欄に URL 貼り付けておきます。 ありがとうございます、よろしくお願いします、じゃあ、ね、はい。厳選チャンネルの方も、今後もね、こうやって温泉、そして十勝魅力発信していきますので、はい、チャンネル登録の方よかったら高評価の方もよろしく、あ、そうですね、お願いいたします、はい、お願いします。今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、それではじゃあですか、今日は十勝、はい、スカイアースのお二人、松尾選手と渋谷選手をお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。で、はい、あ、そうなんですか。で、教育隊ですか。あ、私は違うんですけど、山奥でね、農業してるんです。